かつてこのアシナの城には私とは別の流院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、この城には戦況に行く私は戦況への行き方不死立ち。おお、あのお方ならば狼。一心様はこの天守の外、ただ少し入る術は屋根上に夜鷹の衆が忍びが使う道だが。夜鷹の衆は目じ。ああ、夜鷹のこちらの開き窓から。
巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。巡ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか、のう、セキロよ。あなたして、そのお主が何を知りたい？これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった？どうと。刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは。巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは。虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りは先方寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬとは。ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざ、生草どもめ、まともな道行くか。不死立ち、そして戦では関わる者の念、迷えばその戦に破く。セキロよ。
まだ埃がひどい。戻りました。一心様とは会えたか。はい。不思議になるそう仰せぬ。不思議り。先方寺にある。なるほど。行意。私の方は源のどうやらタケル様が見つけた手がかり。手がかりとは。花。巫女様。これは桜しずくか。それは流因の引き換えに残るものという。タケル様が残すであろうな。狼よ、この桜しずくも。ありがたく。わかった。目を閉じ。はタケル様の流因もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様に大事にしてくれ。行為。花とは。まずはこれを。これはタケル様が先期この足そのどうやみな深。なるほど。あのたその城の裏手の林を抜けた林の奥にある白蛇のおやし。言葉の通りまともなみ源はい。落ち谷は林の奥にある白蛇のおやしろ。言葉の通りそこから落ちたまともな道はつながっておらぬが。なあ、そなた。はい。何やら。そして。あ、ただあの香り。どうした。あの嗅いだこと。おそらくは。そういえエマ殿が昔それが関係。一心様。礼を。源一。そうで。源一。そう。落ち。あなた。落ち。当然あれを調べ。私を苦労聞いた。して。ともそう。私いくつ手に入れた。血の型物資殿のだが足りるか。おそらくこれで竜またも期待して。
源の香の花、手に入れました。おお、やはり落ち谷に咲いていたか。はい、落ち谷の奥に。そこが源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼よ。ああ、そうだ、私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な香が分かった。それは流飲の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流飲の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室で武尊様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。うん、クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。待っていました。分かったのか。はい、解を得ました。流害の源、それは血の淀みです。何故血が淀む。あなたはたとえ海星の力が尽きていたとしても、いずれ蘇っています。代わりの力をどこかから奪っているのでしょう。流害になったものからか。おそらくは流害になったものは人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血が淀むのでしょう。どうやって治す。
奪ったものを返せばいい。これを受け取ってください。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが床桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。これをお主。あら、一心様がお好きなお酒ですね。いただきましょう。おいしい。何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の師は誰だ。剣、私はクス氏ですよ。誰だ。一心様です。ですがほんのたしなみです。お主の剣技とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ。人は切りません。人は切らぬ。はい、人を切りたいなどはつゆほども。ただ鬼など出れば切りたいと思っています。鬼本気に取らないでください。ほんのざれ事です。では、また。